東京ときめきチャンネル。どうもサノンです。本日は渋谷にやってまいりました。早速インタビューしていきたいと思います。行ってきます。はい、それでは早速お話伺ってみたいと思います。お二人の年齢とまずはご職業を教えてください。はい、19歳大学生です。あ、まず19歳大学生です。二人は友達同士ですか。はい。何友ですか。ここサークルの同じ同期で、はい、何サークルと。テニサイですね。何人ぐらいいるんですか。100人弱ぐらいです。多いっすね。すると結構多いですね。今日は何しにここに来たの。そのサークルのまあ仕事というか、なんだろう、その協力してくださる企業の方々とちょっと、はい、まあ、合宿とかの会場を取ってくださったり、そういう、まあ、簡単な仕事、はい、簡単な、はい。2人はテニスサークルで出会った感じですか。はい、そうです。2人のお互いの第一印象を教えてください。いや、なんか天然だなみたいな。なんて天然なの。お姉さん天然なの。そうなんだろう、声がなんか幼いというか、なんだろう、その感じも、はい、なんかふわっとしてるから、はい、はい、よく天然って言われます。初めて会った人とかには言われるんですけど。実際そんなことない。実際もうめっちゃ仕事もできますし、テニスも上手いですし、はい、褒められたよ。おう。まあ、なんかあんまり最初喋ってなかったんで、なんて言うんだろう、なんか結構静かな人だと思ってました。こういう関係が意外と広くてすごいなって思います。社交的なんだなって。意外と友達多いんですか。まあ、そこそこにはいます。はい、はい、友達から恋愛って なります。それとも好きな人は好きな人、友達は友達って区別。分かんない。どうなんだろう。友達からでも恋愛。特にサークル内とかだと最初はみんな友達になるんで、友達になってから恋愛なんだと思います。急に恋愛はないと思います。サークル内でもやっぱこうそこからなんていうと。そうですね。最後に今日、例えば今日あった、ね、今日初めて入ってきた新人、ね、例えば女の子、ね、自分に今彼氏とか彼女がいないとしたら、こんな告白をされたら一発で OK しちゃうなっていう理想の告白を教えてほしいですね。先輩の仕事ぶりに惚れました。こんな仕事ができない私ですけど、引っ張ってってください。って言われたい。引っ張ってってください。頑張ってる姿見したいですよ。普段の自分を見てほしい。普段の自分、はい。なるほど。そんなこと言われたら1ヶ月も一発落ちちゃう。あ、もう、はい、落ちます。一発落っこっちゃうなみたいな理想の告白。あなただけをなんか、幸せにしたいなみたいな。なんていうの、あなたのことしか考えられないんだ。いや、それちょっとあれだな。なんていうんだろう、大切にしたいんだって言ってくれれば。今日なんか例えば高層ビルのなんかすごい高いレストランとか。あ、いや、場所はどこでもいいです。あ、どこでもいい。夜景の見えるレストランとか。そんなんじゃなくて。はい、以上、東京ときめきチャンネルでした。またねー。またねー。バイバーイ。動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。お願いします。韓国かヨーロッパ。ロシアあたりか。スイスとかフランスとか。東京ミックスドリンク、ハミングス。はい、ということで、テニスサークルの男女のお友達にインタビューしてまいりました。ね、なんか2人ともなんかすごい真面目な感じでね、なんかテニスサークルってちょっとチャラいイメージだったけど、全然そんなことないですね。うん、2人のテニスの活躍期待しております。次の動画でまた会いましょう。